今日午前5時過ぎ、函館市瀬戸川町の民家の庭で住民の70代男性が熊1頭を目撃し、消防に通報しました。警察によりますと、おとといにも同じ庭で熊が目撃されていて、男性が対策のために設置していたライトの明かりを消しに行ったところ、空の漬物のバケツに頭を突っ込んでいた熊を発見したということです。一回出てからもういねえな、角出ないから搬送調べさ、最後まだ出たからこれもうお金は。体長は 1.5 メートルくらいで、おととい目撃された熊と同一の個体と見られています。近くには函館空港や小学校があり、ハンターが23日まで警戒出動を続けます。